ガキゲンヤー底辺 YouTuber のダコボンドです。いや、今回なんと、あのマインクラフトと動物の森のようなゲームが出ました。いや、これ実はね、待ってたんですよ。早速、シングルプレイで始めていこう。始まったね。これは、男か女か選べるキャラクター作成だね。他にも、種族。これは、キャットだから猫だね。猫人間になれるのか。それから、お、これは、なんだ?文字が小さくて読めないけど、エルフかな。で、最後は、シンプルな人間ってことだね。いや、ここはどうしようかな、種族。じゃ、せっかくだから、まあ、この世界でしかなれない、エルフかキャットでいこう。そしたらもうキャットしかないね。じゃあ猫人間で今回はやっていこう。それからアニメーションってなんだ?何が変わってんだこれは。あ、一応こうやって横向きとかもできる。けど変わりはなさそうだね。まあ、適当でいいか。これは肌の色。まあ、こんな感じでやっていこう。で、次はこれかな?これはなんだ?あ、髪型も細かく決められるんだね。よし、これで一通り完成にしとこう。さあ、これで始めようか。あ、操作性もいろいろ教えてくれるんだね。優しい。よし、じゃあやっていこう。これはもうマイクラみたいにサンドボックスの世界なのかな?誰かいるね。あら、見ない顔ね。この辺じゃ新しい人あんまり来ないのよ。読み方があれなんですがね。どうやらこの人は、まあ、案内人みたいな人か。なんかいる。おじいさんがいた。あの古い牧場を受け継いだのがあなたね。あなたかしら?そういう設定なんだね。もうとりあえず、うんって言っとこう。そう。僕がこの世界を支配しに来たんだ。よかった、そうだと思った。おじいさん近いけど、おじいさん?おじいさんど、おじいさんすごい!ついてきて。案内してくれるようだね。おじいさん、あれ?天井にいなかったっけ、さっき。おじいさんすごい笑顔、おじいさん!おじいさん、おっと、なんだこれ。そんなこともいずれできるんだね。いや、これとか、早速だけど、盗もうよ。これ、どうやったら取れるんだ?いや、やめとく。おじいさん。おじいさん、すごい笑顔だ。あ、でもなんか、いろいろあるんだね。ま、これは後々、なんかやっていこうか。この、なんか、引き出しとか、アイテム取れないかな?ま、無理だね。さあ、おう。すごい綺麗な世界。人もいろいろいるんだね。なんか持ってる。オスカー。なんだ、武器持ってるぞ。いや、違う。なんかブラシみたいな感じで、掃除していったね。そこだけなぜ、その一箇所だけ掃除した?もっと全体的に掃除するもんじゃないの?いたいた。あれ?ここが村の酒場よ。酒場とかもあるんだね。仕事後にくつろぎたいならここへ来るといいわ。主人のローワンさんは噂好きでいろいろ話を聞いてくれるはずよ。彼と話してみたらどうかしら。何かくれるかもしれないよ。私はここで待ってるわ。いただけるものがあるならば行きましょうか。さあ、これが酒場。いた。ローワンさん。おや、見かけない顔だね。この村、この町は初めてかい?この町は君にぴったりのはずさ。ほら、このお店のおごりだ。早速なんかくれたね。口から出たよ。非常に汚いけど、まあ、もらっとこう。町に来てくれた。とこへの歓迎の印として、受け取ってくれ。時々顔を見せてくれよ。
ところでこんな質問をするのは突然かもしれないが、好きな動物はいるかい？好きな動物、まあ、猫が最高に可愛い。犬が一番かっこいい。猫か犬かどっちか選べってことだね。いや、これどうしようかな。まあ、自分のキャラも猫種族だし、まあ、今回は猫でやっていこう。これまあ重要な選択だと思うけどね。これ猫を選んだことによって今後なんか変わってくるのかな。あ、じゃあさっき猫選択したけど、猫もらえるかもしれないっていう感じなのか。頑張れよ。じゃあペットとして飼えるんだね、猫。他に、じゃあこれ酒場だけど、あ、なんか座れるね。座ったぞ。これはなんか飲むって表示されてる。飲める飲める。これさっきこの酒場のおっさんからもらったものじゃない？口から出してたアイテムだけど、飲んじゃって大丈夫だったかな。まあ、問題ない。あ、ジェイミーだ。こんにちは。また案内してくれる。今度はスーパーマーケットに案内してくれるようだね。そんなお店とかもあるのか、やっぱり。すごいな、花の数。なんだ？リア、同じ猫種族だ。同じ種族もいるんだね。おお、いろいろ、あ、ここかな、お店。いろんな人がいる。ホリー、レオン。あ、ここか。あ、ここだね。多分スーパーマーケット。いろいろアイテムが置いてある。スーパーマーケットでは、牧場に必要なものとか、ペットフードが売ってあるんだね。あ、レオン、手振ってくれてる。ベリッサも、みんな、すごい歓迎してくれてるね。いや、これからが楽しみだね。ツイタは、ここがあなたの新しいお家よ。こっちの方か。これがじゃあ、これから住んでいく家なんだね。おー、じゃあちょっと中見ていこう。蜘蛛の巣張ってるけど、やっぱ最初はこういった感じなんだね。動物の森と似たような感じで。ベッドもちゃんと、待って。壁壊れてるけど、ここ。トイレ丸見えだよ。あ、もしかしてこっちから通れるわけじゃないんだね。近道できたらトイレしやすいんだけど。ちょっとこっちから通って、あ、座れた。これ。まあ、一人暮らしだから問題ないと思うけど。で、これ、座りながら、あ、飲める。お茶飲みながらトイレできる。これ素晴らしいぞ。お、ちゃんと音も流れる。流れる音が、水も出る。ちゃんと作り込まれてる。この家。クワで、草を。あ、これだね、さっきもらったクワ。これでじゃあ、農業できるのかな？耕せられるよ。どこにしよう。ここら辺空いてるね。ここら辺にしとこう。あ、これでこういった感じで。で、長押しで、さらに、これで広範囲に畑を一気に耕すことができた。まあ、これ使えば結構、作業効率も良くなるね。それから耕したらさっきもらったこの種で、おお、いけた。じゃあ、あと育つの待つだけだね。あとはじゃあこのじょうろで水もあげないといけないのか。まあ、毎日あげないといけないみたいだから、結構これは大変になってくるね。さあ、これどうやらコツつかめてきたね。プレゼント、どうぞ。うむー、なんだ、なんか蝶々がいる。おお、これ取れたり。おお、花がもげた。取ろうとしたら、蝶々の方を取ろうとしたら花がもげちゃった。じゃあここでじょうろも使えるんだね。
おお、でも、おお、いろんな人がいるのが一番いいね。リア。いやー、新しいもの。なんだ？獲物って、私のことかな？にゃはは、冗談だよ。魚には見えないね。魚だと思ったのか。一応、君と同じ、猫種族なんだけど。私はリア。地元の釣り人、釣りのコツが知りたいとき、会いに来るにゃ。じゃ、こうやって、いろんな村人と話せられるんだね。動物の森みたいだな。これは？あ、なんか壁紙屋さんかな。ノコギリできる。ノコギリなんてあるの？面白いことに使えそうだ。斧とかじゃないんだね。で、どこだ？あ、こうやってマップも開ける。島になってるんだね、一応。お、雪山もある。いや、なんか探検もできそうだ。あ、いたいた。レイフさん、本読んでるけど、ちょっと話してみよう。いや、ここではお店の経営をしてるんだ。なんかいろいろもらったね。贈り物もらったけど、これ開けられないかな。それはさすがに無理か。これとか設置とかできないのかな。お、なんか設置しちゃったんだけど。餌箱か、これ。ペットの。あ、でも取れないよ。どうやって取るんだ、これ。ペットフードがある。餌箱だけど、取れないね。取れなくなっちゃった。まあいいや。まだペットももらってないし。うまく設置できなかったときは、ハンマーを使えば、調整できるわよ。あ、じゃあさっきの取れるのかな？ハンマーもらったけど。これだね。ペットの家。じゃあここら辺に、設置してみよう。お！猫もやってきた。トム！名前トムって、もうちょっと可愛い名前にしたかったな。あ、でもついてくるよ。あ、でも距離離れちゃうとついてこなくなっちゃうのか。まあ、とりあえずハンマーもらったから、これだね、ハンマー。さっき間違えて設置しちゃった。餌箱取れるかな？どこだ？ここら辺。ここだね。ハンマーで、あ、取れた。取れたけど、拾えない。おお、壊しちゃった。やばい、見てないよね、誰も。誰も見てないよね。またこれどうやって取るんだ？取れないぞ。拾える方法がわからない。あ、拾えた。これだね。よし、ペットフードと床も拾えたけど、これ、設置とかできるのかな？あ、一応できる、できる。よし、これね、何もなかったことにしよう。じゃあ、これ、家とか、壊せたりとかもできるんだね。おぉ、これね、マイクラができるようになった。さあ、壊して、いや、壊すんじゃなくて、とりあえずね、ペットフード、設置しよう。さあ、さっきのペットフードを、これは何だろう。この隣ぐらいに設置して。あと、じゃあこのペットフードも入れとこう。よし。おお、食いついた。早い。トム。食いつきが早いな。ジェリーも欲しいところだな。ネズミのジェリー。いった感じで、マイクラの世界で動物の森のようなことができるゲームでした。まだまだやれることがいっぱいありそうですね。それではね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。